들어갔지요.
邪魔ね。ドレープは急いでるのに。よっ、えっ、おの、ドレープ、よっ、おの、よっ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 、ドレープ、よっ、よっ、よっ、えい、よっ、えっ、よっ、まだまだね。よっ、よっ、ドレープ、よっ、えっ、よっ、えっ、よっ、まだまだ。周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか？これ、公開日誌？うわ、何よこれ！こんにちは。どうも、私、幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。あ、ずるい！みんな逃げたわね。もうなんてひどい人たちなの。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちゃった？とにかく、この呪いの元になるものは、この船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼んだわよ。もし探すのが嫌になったら、いつでも変わるから、行ってね。呪われて一人で待っているのも心細いはずです。一刻も早く呪いの元を見つけて解放してあげましょう。さあ変わってちょうだい。私もう絶対やらないからね。変わってくれるの？ありがとう。私、もう絶対やらないからね。行きましょう。参ります。うちー、シャルロットはもう嫌でっち。とっとと変わってちょ。行きましょう。
もう邪魔ね。今度は逃げよ。ほらお星様。Let's see.
되지네. 이따이와요. 더블 어타크! 맞아 맞아 네. 전신이 力가 みなぎったくん. 絶好調ね. 彷徨える 魂の船に。 仲間の呪いは解いて、 私たちを解放してよ。 方法は一つだけ、 私を倒すことだ。 ホーリーボール！ ホーリーボール！ 犬の相手！
前に力を貸してどきなさい。精霊よ、力を貸してどきなさい。パオリーボール。来たわよ。精霊よ、力を貸してどきなさい。パオリーボール。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。皆さんのおかげで元の姿に戻りました。ありがとう。でも、セイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンも、この船の中に？いや、闇のマナストーンは、失われし石。もはや現世には存在しないだろう。ん？かつて、世界大戦が起こり、古の神獣以来、世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では、闇の神獣が…いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によって、マナストーンのエネルギーを平和に使った。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭様も同じことをおっしゃいましたね。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。
それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが、闇の神獣は消えたわけではない。おそらく、この世界とは別の異世界で、再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには、闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でも、どうして？魂が解放された。この船も消えてしまう。え？そんな。この様子じゃ噴火が近そうだわ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。皆さんは休んでいてもいいですよ。
先を急ぎましょう。
撃です。どんな作戦でいきましょうか。どきなさい。セレー、力を貸して。リミルゲートよし、それそれ。どきなさい、リサ。大したことなかったわね。遭遇しないでしょう。
やったにまえこのどきなさい。まずいわね。覚悟するのね。ダブルアタック。こんなもの。それさやっこの調子よく頑張る。よし参ります。行きましょう。あら、もう終わり？あっけなかったわね。島に流れついちゃったのかしら。皆さん精霊よ、力を合わせて頑張りましょう。どきなさい。
これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。みなさん力を合わせて頑張りましょう。冗談じゃないわね。キリノライトたち、これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。やった、もう邪魔ね。こいつは急いでるのに。覚悟するのね。ダブルアタック、このそこ
もっとお役に立てるよう頑張ります。
の住処に出ちゃった。大変だわ。見つかる前に早く逃げましょう。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。